タリスマンは、スウェーデン出身のハードロックバンド、イングベイ・マルムスティーン率いる、ライジング・ホースの元メンバーを主体に結成。15年以上の活動実績を誇ったが、主催するマルセル・ヤコブの死去により、事実上活動を終了した。創設者、マルセル・ヤコブスウェーデンのロックミュージシャン、マルセル・ヤコブが、ソロ作品制作のため、イングベイ・マルムスティーンズ・ライジング・ホース時代の、 領友であるアメリカ人のジェフ・スコット・ソートらを招聘、ファーストアルバム、タリスマムを発表すると同時にプロジェクトを開始。1993年、セカンドアルバム、ジェネシス発表と前後して、基本的なメンバー構成が固まり、バンド活動に発展する。同年に初来日公演を開催。ジェフ・スコット・ソートとのスケジュールを調整しながら、コンスタントに作品を発表していたが、 主催するマルセル・ヤコブの健康悪化のため2007年に活動停止。その後2010年のデビュー20周年にアルバムリリースを目指して2009年頃から制作に入る計画もあったが同年7月21日にヤコブが自殺。これによりバンドの再始動は事実上消滅した。2014年6月6日に開催されたスウェーデンロックフェスティバルではソートや ポントスノルグレンを含む9メンバーと、ヤコブの代役であるヨハン・ニーマンにより、ヤコブに捧げられた1回限りの再結成ライブが行われた。ありがとうございます。